完成するとどんな効果があるのですか？淀川左岸線延伸部が整備されることにより3つの効果が期待されています。まず大阪都市圏の渋滞の緩和、大阪都心部に用事のない車両を外周に分散することで都心部の交通がスムーズになります。2つ目は迂回ルートの確保、並走する阪神高速大阪港線や東大阪線などの迂回ルートとしても期待されています。また災害時の避難・救援活動を支える関西圏の広域的な輸送ルートとしても機能します。3つ目は物流や観光の新たなルートとして、大阪の臨海部と京都や奈良などの内陸部を結ぶ新しいルートの完成で各都市の連携が強化され物流の効率化が期待されます。